ズ・オブ・エクシリア2やっていきます。いよいよ6人パーティーになったとこですね。路地裏に潜む魔はどこまで見たんでしたっけ。マックスバードでユリオスを探していたのは重度の幼馴染のレイヤという新聞記者だった。しかもユリウスもユリウス・ニャンスタイン3世という猫。しっかりしてくれクランシャ。でも俺の状況を理解してくれたレイヤが腕利きの情報屋を紹介してくれるという。付き合いのいい子だな。彼女の好意に甘えて一緒に情報屋のいるドボール駅に向かうことにしよう。情報屋のジョーによるとドボールの裏路地に化け物じみた魔人が出るという。魔人、怪物と化したユリウスの姿が頭をよぎる。魔人はユリウスと関係があるかもしれない。路地裏に行ってみよう。路地裏には柔道を狙ったブラートという闇組織の罠が仕掛けられていた。危機一髪のピンチを柔道の仲間ローエンという老人に救われるが、ローエンはユリウスと同じく怪物と化し襲いかかってくる。怪物を倒した俺たちの前に再びローエンが姿を現す。どうやらこっちは本物に間違いないようだが、俺の周りで異常な何かが起こっている。確実にそうだね。クラン社のベルからリーゼマクシアのイラート海底でユリウスが目撃されたと連絡が入った。イラート海底には移動制限がかかってるけど、探索エージェントのもユリウスを追跡してるという。急いで解除しないと。そうだね。っていうところからのメインチャット。悪い大臣？ローエンは王様と友達なんだ。友達、そうね。ええ、ガイアスさんの元で宰相をしています。ああ、じゃあまあ今ラシュガルとアジュールって合同になってるよね。まあそういうことか。宰相？わかりやすく言うと大臣かな。大臣ってわかりやすいんかな。リーゼマクシアで2番目に偉い人なんだよ。大臣か。お話だと大体悪者だよね。そうそう、国を乗っ取ろうとしたり王様をいじめたりね。なんと、私の野望が見抜かれるとは。ローエン、ちょっと初めての人にそういう悪ノリは良くないよ。え？そう、私の趣味は王を討ち取ること。王の領地に攻め込み、兵を奪い、何度も死に追い詰めているのです。王様に知らせないと。そうだね。将棋の話ですけどね。あー、将棋の話ね。やっぱり大臣は意地悪ね。これがローエンのペースね。ね。ETC みんなの服装。しかしこうやって見てみるとみんなイメチェンしたね。アルビンはどう変わったの？オールバックはあんま変わってないよね。ふさふさが増えてんのかな。髪が伸びたってこと？みんな昔と変わったとこもあれば変わんないとこもあるよな。うん、変わったといえば、言えばアルビンさんはヒゲを伸ばしましたね。ね、なんかポンちゃんは気になるって言ってたけど、私なんかあんま気になんないな。なんでだろう。あれかな、口の上のヒゲがないからかな。鼻の下のヒゲ、顎ヒゲだけだから気になんないのかな。まあない方がいいけどね。お、気づいちゃった？なかなかイケてるだろう。私的にはその表情が好きだわ。うわーそうね。あー、いい感じだ。ローエンほどじゃない。あー、ローエンが上がるかアルビンが上がるかか。確かにローエンはだって素でヒゲだもんね。私全然気になんないな。え、ローエンって鼻ヒゲあったっけ前。待って、ちょっとパッケージを見てみよう。あるわ。全然変わってないわ。どうしようかな。なんかあのアルビン好きなんですけど、どっちかっていうといじりたい系の好きなんですよね。私ローエンは純粋に好きだし、ローエンほどじゃないな。そうですとも、ヒゲで私の右に出るものはおりません。うん、最強オブヒゲだね。っていうかアルビンのおヒゲはなんかだらしないし。言われちゃった。おっと、ワイルドと言ってくれ。お子様にはこの魅力は分かんないんだよ。なるほどね。
しかしまたどうしてヒゲを？え、そこ聞ける？まあいろいろあるけど。あるけど？せっかくだしいろんなことを試してみようかなと思ってさ。あー、なるほどね。そういう心意気か。もうそれを言われたら応援せざるを得ないじゃん。いろんなこと？一度きりの人生、やりたいことやんないともったいないだろ。名言きたこれ。意外に青臭い理由でしたね。アルビンもね、まだ若いしね。変装してるとかそういうのだと面白かったのに。おいおい、俺にどんなキャラを求めてんだ？あ、アルビンに求めるキャラか。なんだろうね。いや、やっぱりもう一個見たくなるな。あ、いい感じだ。だろ？うん。なんの、ヒゲでしたら私も負けません。いいな、エルもふさふさのおヒゲ欲しい。え、本当に？ヒゲの魅力がわかるとは、お嬢ちゃんも通だな。女性がヒゲを生やそうと思ったら男性ホルモンを増やすだけでいけるんかな。しかしまた、どうしてヒゲを？まあ、いろいろあるけど。ここはからは一緒か。そして ETC ティボって何なの？めっちゃ見られてる。なんか怖っ。ティポに興味があるんですか？あのさ、ティポって何なの？なんて言ったらいいかね。一言で言えるかな。ティポはティポだよ。みんなの柔らかい友達。そうだね。嘘です。こんな喋るグニグニの生き物いないし。実はティポはブースターっていうマナを増幅する装置なんですよ。ティポのおかげでエリーゼは大人以上のすごい精霊術を使えるんだ。それってズルじゃない？すごいな、4行でまとめたな。上手だね。ズルですか？道具があってそれを使うのは悪いことではないと思うけどね。私はエリーゼも大人っぽくなりたくて苦労してるんだね。そういうこと？気持ちはわかるから、ティポでズルしてること内緒にしておいてあげる。ありがとう。ジュードも言っちゃダメだからね。うん。こういう気遣いって大人っぽいよね。自分だけずるい。うん、今月はマジで売り上げがやばいぜ。あー、なるほどね。頑張ってるんだね、商人として。シェル解放のきっかけを作ったのって私たちなんだ。特にジュードはすっごく責任感じてて、だからカナンの地なんて場所が本当にあったらいいのにってちょっと思っちゃうんだ。優しいね、レイヤは。あ、ローエン、バーニーた。ルドガーさんたちが出会った怖い私というのが気になりますね。断定はできませんが、何らかの精霊術が使われたのかもしれません。精霊術か。食べてる人。警察はなぜブラートを放置してるのかって？それはな、この町の警察署長もブラートの一員だからだよ。それは本当なの？そういうわけで被害を訴えても無駄だぜ。うん、よいしょ。このダウンタウンでわしは見たんじゃよ。これリーザ・マクシアのガイアスオのそっくりさんもな。ありゃ生き別れの双子かもしれんな。それはっきり顔覚えてるからわかるんだね。あ、アルビンいる。ニャンスタイン三世、今まで戦った中で5本指に入る強敵だったぜ。そしてレイヤがね、エピソード持ってますね。やりますか。レイヤエピソード1、レイヤの使い。あれ、ルドがどうしたの？もしかしてなんかいいネタ見つけた？やめとけ。今のレイヤはスクープの亡者だ。迂闊に近寄ると張り込まれるぞ。そんなことしないってば。もう。ん？あ、編集長。編集長？もしかして取材ですか？はい、レイヤロランド同行します。チェンジで。何ですかそれ。勉強させてくださいよ。ん？何？じゃあそれ駅舎に持ってって。お使いだ。あれ、編集長？
手のいい厄介払い。雑用ぐらい一人でできるだろう。ちゃちゃっと頼むわ。あ、私の原稿を見てもらいました。先日お渡ししたのです。ボツ。まあ記者ってそう簡単にね、記事が載るとも思わないけどね。しかもまだ1年目でしょ。しまあレイヤーもね、あんまりその何コアなファンはいるけど、あんまりその正統派な記事は書かないんだろうね。あんな感想文もどき新聞に載せられるかバカ。でもそれでも解雇しないのは、まあそういう法律だからなのか、未来を見てもらってるのかかね。焦点もぼやけてる。何を記事にしたかったんだ。雇用問題か環境問題か事件速報、それとも文化か。思ったこと書きゃいいわけじゃない。むしろ。むしろ、うん、自分で考えてみな。なんだろうね、なんか記事、新聞記者って自分の感情じゃなくって本質を書くものだよね。伝えるために書くものって感じなイメージありますけど、ごめんなさい、何にも知らんのに適当に言いました。俺はちょっと散歩してから社に戻るから。いや文章書くの難しいよね。あれがレイヤーの上司か。つかみどころのない人だな。上司ってどこも同じような感じだな。そういう感想はあんまり好まないな。私はつかみどころのない人だね。いつもはまったりのんびりな人なんだけど、記事にはすごく厳しくって、うん、いいことやん。納得させられないとさっきみたいに容赦ないんだ。でもすごくいい記事書くんだよ。読むとその状況や人の思いがすごく浮かんでくる。私もあんな記事が書きたい。いいね、自分の理想が持ててるのはいいことだと思うよ。だから一緒に行って仕事を見たかったわけか。ああ、なるほどね。編集長、いつの間にか仕事してて気がついたら終わってるからチャンスかなって。まあじゃあ隣でね、そういう風に取材が見れるようにレイヤー自身もパワーアップしていかないとだね。とにかくこれ駅に届けてくるね。うん、行ってらっしゃい。じゃ、ちゃっちゃと行きますか。ついてってあげるんだ。ありがとう。じゃあ行こっか。みんな優しいね。クエストチャット、レイヤーのメール。メール？あのさ、レイヤー、お前がくれるメールだけどさ。さ、一応そのエクシリア、前作のエクシリアでこの二人いろいろあったんですけど、柔道編で見れるんですけど、もう本当になんか普通にお話できる間柄ですね。ん？何改まって。ん？絵文字と顔文字多すぎ。何書いてるかほとんどわかんねえし。そういうレベルか。おまけになんだよこの間のキモいカエル、あれのどこが俺に似てるって。絵文字も顔文字も可愛いでしょう。カエルだってなんか情けない目の感じがアルビンを思い出すっていうか。どうする。どうもしないです。ね、難しい選択肢。もう勝手にみんなで喋ってて、私の感情はそこにいらないんだよ。私はこうやって実況動画でさ、やいのやいの言ってるから。どっちでもいいよ。同情するよアルビン。絵文字は必要だよなレイヤー。全く分かんない。別にどっちでもない。なんかさ、ここでさ、絵文字は必要だよなレイヤーって言ったらさ、なんかこれからもその絵文字を使いまくってアルビンを困惑させるのは申し訳ないし、同情するよアルビンっていうのもなんか傷ついちゃうなって思うんだよね。で考えると傷つ…レイヤーの肩を持とう。絵文字は必要だよなレイヤー。マジで？だよね、さすがルドガー。私はにゃわからんす。言葉じゃうまく伝えられないこととか絵文字だと伝わる感じするし。それはあるかも。私も絵文字は使うわ。センスはどうのこうのじゃなくって、なんかちょっと柔らかくはなる気がするから使っちゃうかも。相手を不快にさせたくないから。例えばピエン、ピエン。しょんぼりとか、そう、テンション上がるとか、
そんくらい文で打てよ、記者だろ。あ、それ言われたらもう耳が痛いですそれを言っちゃおしまいです。いいじゃない、可愛いんだから。いや、メールだからいいでしょ。見た目が賑やかな方がもらった方も嬉しいでしょ。それは自分の感情の押し付けだから、それは受け取りの人のに任せるけど。普通だったらな。うん、お前の場合絵と記号ばっかで軽く暗号みたいになってんだよちょ見してよ。解読する方の身にも慣れて。あ、気をつけます。あ、でも気をつける方向になってよかった。すごい真剣に考えちゃうな。同情するよアルビンだよな。さすがにカエルはどうかと思うだろ。カエルの方ね。しかもなんか見てるとこうイラッとする顔したやつでさ。そこがいいんだよ、ゆるキャラなんだし。あ、ゆるキャラなの。よくねえだろ。つうかそれ遠回しに俺がイラッとくるって言ってんの。そんなことあるけど。あるんだ。あんのかよ。ああ、喜ぶかと思ってあげたのにな、残念。なんだろうね、まあレイヤなりの気遣いなのかな、見て見てなのかな、難しいな。タグ、気持ちはありがたいけどな、カエルはねえわ。あーはー、なるほどね。まあ最初に選んだ方が好きでしたね。お届けです。デイリートリグラフ紙のものですが。ああ、どれ。こちらです。もしかしてあんた最近入ったっていう新人。え、聞いてるの。はい、そうです。へえ、じゃああんたがリーゼマクシア人なんだな。うん。あんたらってあれだろう、精霊から力借りて生活してるっていう。あの、強依存ですね。与えられですね。まあそんな感じです。病気になったらお祈りとかまじないで治療するんだって。大変だな。今その話必要？え？その点こっちじゃ医療も発達してるし、困ったことあったら言ってくれよ。なんか、言いたい気分だったんかな。何が言いたいのかよくわかんない。あ、ごめん、ちょっとびっくりして。まあでもああいうおじさんはいるよね。ああいうなんか、なんでみたいななんで今それ言うのみたいなね。あれは嫌味で言ってるのかな。いや、嫌味もあるかもしれないけど素なんじゃない私はどっちかというと素のイメージ、印象受けたけどね。何をそんなに驚いたんだ。もし私がレイヤーがこう言ったんだったら、嫌味で言ってるのかなって言っちゃうな。あれは嫌味で言ってるのかな。いや、むしろ悪気がない分厄介だな。だよね。リーゼマクシアの精霊信仰が変にねじれて伝わってんだろう。なんか感じ悪いし。気にしてたらキリないぜ。そうね、ほんとね。分かってる。でもまあびっくりしちゃったね。ほら、お腹空いてると良くないこと考えるって言うでしょ。腹減ってんのかよ。とにかくこれを編集長に渡さなきゃ。うん、散歩するって言ってたからまだこの町にいると思うし。ああ、本当にお腹空いてきた。この辺で飯食えるとこって言ったら酒場だが、どうするよルドガ。つうか、いいよ、GHS で編集長に連絡取ればいいんじゃね。それがかけても出ないんだよ。地道に探すしかないみたい。なんか絡まれてたりして。リーゼマクシアの人って精霊の力で結構いい生活してたんでしょ。新聞で見たけど羨ましいわね。トリグラタン弁当売り切れか、仕方ない、今日のお昼は他の店に。そうだ、トリフラグゴーこうの宿のランチが絶品だって評判になってたわね。行ってみようかな。ここで働く予定だったの君は。
リーゼマクシアの人はすぐにイカエル計画のことでイレンピオス人を攻めますよね。だって乗り込んできたからね実際ね。でもエレンピオス人にも賛成派と反対派がいたんですよ。それ分かってくれないと。それもそうなんよね。それもそうだって、エレンピオス人だって個人だっているわけだしね。一括りにして話すのも良くないって話。あーいるじゃん編集長さん。酒場に、酒場、この辺の酒場ってどこ、なんかこう分岐してんのかな今。あやっぱり酒場にもびっくりマークついてる。あーじゃあ編集長さんに話しかけたら終わっちゃうんじゃない。いらっしゃいませ。はい、トリグラフ港の宿屋の酒場です。まもなくランチタイムになりますが何かご注文はございますか。ランチタイムなんだ。じゃあ完熟トマトパスタで。え、これ何、みんなでってこと。自家製麻婆カレーを。あー自家製麻婆カレーいいんじゃない。あリーおごった。かしこまりました。え、食べてくの？え、だってリオお腹空いたんでしょ。で、あのエルはトマトが嫌いって言うから。もしかして私がお腹空いたって言ったから。ちなみに私も今めちゃくちゃお腹空いてるんだけど。わい、そっか、マイクに入りそう。ありがとう。お好きなお席をご利用ください。すぐにご用意いたします。はーい。おいしかった、生き返るよ。見たかった。なんかパン残ってる。アルビンは違うもの食べたっぽい。っていうかエルとルドガーが麻婆でレイヤーとアルビン別のもの食べてそうだね。美味しかったねーからの元気になったみたいだな。まあまあの味だったな。元気になったみたいだな。やっぱり励ましてくれてたんだ。腹ペコじゃいい仕事はできないしな。アルビンなんかお肉食べてる。お肉と何それ、なんかキノコ系に見えるけど。もう無理、お腹すいた。さっきは心配かけてごめんね。でももう大丈夫。頑張ったってどうにもならないことはあるけど、でもだからって今できることを諦めていい理由にはならないもんね。そうだね。それにね、私頑張ることしか取り柄ないんだ。だから自分らしくやってみるよ。それがレイヤーらしい。じゃ腹も膨れたことだし、さっさと報告済ませようぜ。はい。ルドガお疲れ。今日もいっぱい頑張ってたね。あー、レイヤーの好感度上がったやつ。あのね、私頑張ってる人の味方だから、よかったらこれ使って。ありがとう。レイヤーとの親密度アップ。異能の書金銀サッチ持ってるだけでルドガがスキルサーチガルドを習得する。サーチガルドって何。戦闘終了時に 25% の確率で2倍になる。すげー、ありがとう。美味しかった、今度行ったら何食べよっかな。食ったばっかでそれかよ。制覇しないと。編集長、行ってきました。何それ。あ、取材なら私も。クールだね。取材って何のためにするんだっけ。それは記事を書くためです。新聞記事には何が必要だ。速さと正確さ。駅舎で書類受け取ったやつな。感じ悪かったろ。仮にあいつの記事書くとしたら、いるのは速さと正確さか。わからないなら記事なんぞ書かなくていい。厳しい。厳しいな。言いたいことも分かるような分からないようなって感じだな。結局何が言いたかったんだ。あの人受け取り人がどんなやつか知ってたのか。言うんだったら私こっちかな。何が言いたかったか、なんだろうね。
即答できる人いるんかな今の。あの人受け取り人がどんなやつか知ってたのかみたいだな。うん、リーゼマクシアに偏見持ってるやつがレイヤーにどんな態度取るかもな。まあそれも現実を知る。だから編集長自分で届けようとしたんだね。それを記事にするならか。とにかくわからないなら記事を書くなってことは、わかったら記事を書いてもいいってことだよね。ポジティブ。そうとも取れるな。よし頑張ろう。レイヤー、今度はルドガーの仕事を手伝うから、よかったらまた声かけて。うん、みんなも今日はありがとう。レイヤー見ててほんま元気になる。いや最高だわ。はい、レイヤーのお使い。駆け出し記者のレイヤー、不愛想な編集長からダメ出しを連発されて大変そうだ。編集長のお使いで駅に書類を届けたが、対応した職員にリーゼマクシアを誤解した発言をされショックを受けてしまったみたいだ。こういう無意識な偏見が一番厄介なのかもな。レイヤーと一緒にランチを食べた。へこんだ時は美味しいものを食べるに限る。ちょっとは元気が出たかな。新聞記者には何が必要だ。編集長は謎かけのようにレイヤーに問う。はっきり答えられないレイヤーだけど、やる気だけは十分みたいだな、といった感じの内容でした。